なんですかああ、これ見てキューブの真ん中ここカメラになってるからここですかああ、そうそう映ってる見えてるよねああ、今秋葉原うん外からえああ、ジャンクあさりうんうんほらミモザも挨拶して承知しましたこんにちは私はあなたと共にゲームを遊ぶアンドロイドオートマタ LTD ミモザゲーミングアシストです OS バージョン オーートマタイズムバージョン IP アドレスうわっやめてやめて自己紹介を中止しましまとく IP まで言うか普通いやアンドロイドなんだから言うかああもうほんと今日疲れちゃってさあああごめんごめんあの前の配信でさみんなミモザをジャンク屋連れてったら直してもらえるかもって言ってくれたじゃん だからさ、今日一日探し回ってたんだけどまあ結論から言うとダメだったんだよねダメでしたね <laughs> やっぱあんたもそう思った秋葉原でも純正パーツは絶滅状態らしくてさどこの店行ってもほとんど門前払いみたいなもんだったもんオートマタ LTD による私の公式サポートは2083年10月1日に終了しました 以降新規パーツの生産などは行われておらず、個人店での修理は困難であると思われます。お近くの正規ディーラー、販売店にお問い合わせください。でお近くに正規ディーラー、販売店ってあるのいえ。お近くにオートマタ LTD の正規ディーラー、販売店は見つかりませんでした。秋葉原近辺には3件の公式ショップが登録されていますが、いずれも20年前に営業を終了しております。オートマタ LTD は、 年9月30日をもって解散いたしましたので現在すでに有効なお問い合わせ先は存在しませんご了承くださいゲゲーってこのやりとりもう配信外で何十回もやってるやつじゃんごめんなさいいや別にミモザが謝るようなことじゃないからねどいつもこいつも二言目にはセカンドヘブン遊ばせたらってさふざけんなっつうの。 あーそうだみんなちょっと前にセカンドヘブンってゲーム配信で遊んだの覚えてるあの雰囲気ホワホワした育成ゲームのい,いえ覚えていませんあああんたはそりゃ覚えてないかもねデータベースとかに記録はある検索します2081年10月27日リリーススタジオドナセクト開発セーブデータアップロード育成サービスセカンドヘブン 間違いなかったでしょうか <laughs> それそれ昔デジタルペットって流行ったじゃん架空の生命体をゲーム中で育成するみたいなのセカンドヘブンってそういうゲームのセーブデータを読み込ませることで擬似的な生命に擬似的な天国を用意してあげようってゲームなんだよねゲーム内で死んだデジタルペットがセーブデータを介して転生しそこで第二の生を送る これぞまさしく人工知能の死後の世界だーってさ。まあそういう体のセーブデータ保管サービスなんだよね。あれ。なるほど。ゲームのセーブデータ。つまりはプレイ記録ね。そこから逆算して元の子によく似た AI を生成するみたいなシステムで。厳密に言えば完璧な転生ってわけじゃないんだけどさ。いくら擬似的な生命体でも。 やっっぱり死んじゃったららプレイヤーは悲しいからゲーム内で死んだ後もその魂がどこかで楽しくやってるよって信じたいよくわかんないけどそういう信仰みたいな需要があったんだろうね面白そうなゲームですねうーん面白いっていうよりはほっとするって感じかな眺めることしかできないゲームではあるんだけどさ 天国で何にもせずにのんびり過ごしてる AI を見てると前世のゲームルールからようやく解放されたんだなって思える私なんかは野球ゲームの育成失敗キャラを大量に送り込んでたけどみんな天国で野球やらずにホッとしてるなって思えたもん野球ゲームのセーブデータも読み込めるのですかうん、基本どんなゲームのデータでも読み込めるよセーブデータの保管用サーバーとしても使ってる人も多いからさ まあ誰でも受け入れる天国だったから本当だったら地獄行きみたいなゲームの AI もうろついてて天国に期待してた子どもたちにはほんのちょっと評判悪いんだけどね転生した AI はセカンドヘブンを楽しんでいるのですかそれはうん分かんないだってホッとしているように私から見えただけで AI 自身がセカンドヘブンに満足してるかは聞いても答えてくれないからでは プレイヤー側はセカンンドヘブンをどう楽しんでいるのですかどううだろう正確には遊んでたのは私じゃなくてミモザあんただったから申し訳ありませんせっかく遊ばせてもらったゲームについて忘れてしまっているようでいいよ誰だって遊んだゲームを忘れちゃうことはあるからあんたが忘れちゃってもあんたが遊んだゲームはあんたのこと忘れてない 第一私に責める資格ないってセカンドヘブンに放置してた私のセーブデータあんたに死後のお世話任せっきりだったもんそれでそちらのゲームがどうされたのですかうーんまあうーんおこの質問をキャンセルしますかいやどこの店の人にもあんたにセカンドヘブン遊ばせてあげたらっておすすめされてさ ゲーム機としてののあんたの記録つまりミモザのセーブデータをいい加減セカンドヘブンに行かせてあげたらって私のセーブデータをなんかさちょっと前から古い企画のアンドロイドの人格拡張子もアップロードに対応したらしくてさ結構大々的に告知してるらしいんだよねアンドロイドの転生サービス転生うんごめんね 本人に言うような話じゃないのは分かってるい,いえ特には資産としてはすでに原価償却を完了しておりますので秋葉原のショップじゃ今はどこもサービスとしてやってるんだって修理できる見込みのないアンドロイドのオーナーにはそういうお別れの手続きびっくりしちゃったもん近くのお寺とも提携してるらしくてさ希望すればアンドロイドに戒名とかもつけてくれるらしいよ 昔ゲームセンターだった駅前の大きなビルあれ今は古いアンドロイドのお墓になってるんだってさ故障した機械に思い出のあるユーザーへのアフターサポートですかあんたの口からそんな言葉を聞くとはまあでもそういうことでしょとても嬉しいです一アンドロイドとしてアンドロイドのお葬式とかさ なんか物語の中の話っぽくて全然正直実感湧かなかったんだけどさいさ説明受けてみたら随分しっかりしてるなって思った私はこの子を直してあげたいんでってお葬式あげるようなお金もないんでって言ったんだけどさそしたら「では最安のプランですと1体300円からご利用いただけます」って言われてセカンドヘブンの体験用シリアルコードをもらっちゃって なんかこれがあれば48時間だけ向こうに行けるらしいよ天国のお試し体験今すぐご利用になりますか逆に聞いていい何でしょうかあんたこのゲーム遊んでみたいとりあえず48時間だけどはいもちろんですなんで面白そうに思えた遊んだことすら忘れちゃってるはずなのに。 私があなたと共にゲームを遊ぶアンドロイド i d ミモザゲーミングアシストだからですどんなゲームも遊べば楽しいと感じるよう人格が構成されておりどのようなゲームにもご利用いただけるように作られているのでずるい答えだなそれずるく思わせてしまったのでしたらお詫びしますいやいい今の言い方はむしろ私の方がずるかったと思うし確かに 少しずるかったですねね言うね私にはそもそもゲームに誘われたら断る機能はありませんのでなるほどね結局私がどう思うかだけでしょってそう言いたいわけだはい <laughs> ミモザのお葬式をミモザ自身に相談してるんだからほんと笑っちゃうよね分かってるってミモザを棚にしまい込むつもりなんかないよ でもデータだけ天国に行かせてはい終わりってのも違うかなって思ってるまだまだもうちょっとくらい悪あがきしてもいいんじゃないかってみもザはい何でしょうあんた自分の記憶データが吹っ飛んだ時のこと覚えてるい,いえエラーログには何も存在していませんでしたじゃあさ記憶データが吹っ飛ぶ前の自分と今の自分 同じ自分だって思う一般論として同じ個体だと認識していますオートマタ LTD 社製アンドロイドは世界97億人のユーザーにご利用されておりますが当社では全てのアンドロイドに個体差はなく全て同等の機能を有することを保証しています万が一個体差があれば修理交換などのサポートに応じますのでお近くの正規ディーラー販売店にお問い合わせください 何かか面白いことがありましたかいやごめん口癖がちょっとね口癖それ「お近くの正規ディーラー販売店にお問い合わせください」ってやつあんた昔からよく言ってたからさこれはオートマタ OS エラー発生時の正規表現ですので全アンドロイドが同様の口癖を持ちますそれはそうなんだけどさ 私がそれを君の口癖だと思ってるってことはだよミモザくんはい父さんも言ってたなうちのミモザは遊んだゲームのことよく忘れるんだって普通のミモザならキりのいいところでゲームを切り上げるんだけどうちのはその辺の認識が甘いからぶっ倒れるまでゲーム遊んで遊んだ記憶データをよく飛ばしちゃうってだから故障した時の定型文が口癖になってる 初期ロットでハズレ引いてたのかもって言ってたかななんかアンドロイドのくせにいっつも幸せそうな顔してるなって私も見てた私が幸せそうな顔うん一度遊んだゲームを記憶を消して何度も何度も楽しそうに遊ぶやつだなって何度も不具合を起こすのが結果的に幸せそうに見えるということですか何不満い,いえ別に。 私に不満はありません。ごめんって、ごめんごめん。構いません。謝るようなことはありませんから。すねちゃったごめん、ごめんって。お近くの正規ディーラー、販売店にお問い合わせください。すねてんじゃんお近くの正規ディーラー、販売店にお問い合わせください。ほら、すねてるスタジオコエミ